100秒でわかるバトルサブウェイで相手トレーナーが使ってくる謎すぎる型のポケモン、再現不能謎すぎるチート型ゴチルゼル。ブラックホワイト世代では多くの単エスパータイプのポケモンが登場したのが印象的で、ムシャーナ、ランクルス、オーベムとそれぞれが個性を生かして差別化に奮闘しています。同様にゴチルゼルも今でこそ特性影踏みによる強力なハメ性能で唯一無二の地位を確立していますが、登場当時は鈍足単エスパー組の中に紛れて差別化が難しかった覚えがあります。そんな中、バトルサブウェイに登場するゴチルゼルにもかなり個性的な調整が施されています。サイコショックとミラーコート、攻撃技はエスパーしか持たないため悪タイプで簡単に積んでしまうかと見せかけて、超マイナー技ミラクルアイを搭載することでその弱点を克服。ミラクルアイを使えば悪タイプにもエスパー技のダメージが通るようになるため、いわば悪タイプもエスパー技で絶対倒す信念を貫いた方に仕上がっています。持ち物も曲がったスプーンであり、エスパー技だけで戦うという強い気持ちがこもっており、特殊相手にはミラーコート、物理相手にはくすぐるからのサイコショックで対応可能と、実際にそこまでやりきれるかはさておき、机上論では完成された方となっています。完成されているのはいいんですが、一つ致命的な問題もあり、当時の卵技の仕様ではミラーコートとミラクルアイを両立する手段はなく、プレイヤーがこの方のゴチルゼルを再現することは不可能です。そう、公式チート、つまり改造ポケモンとなってしまっているわけです。悪タイプのポケモンをエスパー技で倒すためとはいえ、悪魔に魂を売ってしまった哀れなゴチルゼルなんですが、チートに手を染めた割にはそれによって引き出された強さが地味すぎて、同じく公式チートポケモンとして有名な渡るの海流と比べれば全く話題に上がることもなかったというのが切ないところです。いっそサイコブレイクやサイコブーストでも覚えていれば大騒ぎだったかもしれませんが、